Genesis chapter 1:26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. 創世記第一章26。神はまた言われた。我々の形と我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせよう。King Christ. Where did King Christ come from? King is commonly referred to as the son of Adam and Eve, but is this definition really correct? King Christ, who descended in the Renaissance, left some very important messages for us humans.One of them is the definition of God. According to the definition, Christ the Savior is King. Then, who is King today based on this definition? Let's think about where King Christ came from in this video.救世主カインとは誰なのか、彼はどこから来たのか。一般にはカインはアダムとイブの息子と言われていますが、本当にそれは正しいのでしょうか。ルネサンスの時代に現れたカインキリストは私たち人間に重要なメッセージを残しました。それが神の定義です。その定義によれば、救世主キリストはカインということになります。今日はこの定義を基本にして、カインとは誰なのか、そしてそのカインキリストはどこから来たかを、この動画の中で考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのが神の
定義ということになります。七時な礼拝堂の壁画の最後の審判と題された絵の中には77と書かれています。つまりキリストということになります。そしてその中央に神が描かれています。一方ミケランジェロ・ポナノティの書いたカシナの戦いの絵の中には775027と書いてあります。これをユダヤのゲマトリアで解読するとキリストは聖書でいうところのカインとなります。つまりこの2つのメッセージをつなげると神の定義が生まれます。つまりキリストはカインであるとなります。カインはアダムとイブの息子ということになっていますから念のためそれを確認しておきたいと思います。聖書の一般説によればですね、創世記によればまず神はアダムを創造したと、そして次にイブを創造したということなんですね。そしてその子供がカインとアベルということになります。これが一般説ということになります。繰り返しますが、人間の原種はアダムとイブである。そのアダムとイブからカインとアベルが生まれたということなんですね。となるとカインの妻のアワンはどこから来たのかという謎が生まれます。もっともこの謎はですね、キリスト教史においても最大の謎となっています。アワンはどこから来たのか、つまりアワンを考えるとこの構図は成り立たなくなります。私林浩司はこの謎を解く一つの鍵が七聖な礼拝堂の天井画のアダムの追放と題された絵画にあると思います。この天井画の中には二組の夫婦が描かれています。一般説では左の一組がアダムとイブ、そして右の一組もアダムとイブ、つまり楽園から追放されるアダムとイブというふうに説明されていますが、本当にそうでしょうかということなんですね。で、顔を比較してみるとですね、左のアダムと右のアダムは顔が全く違います。鼻に注意して比較してみてください。左はイチジクの木が表現されていますからアダムということになりますが、では右の人物は誰かということになります。つまり右の人物はアダムではないということになります。これも神が人間に与えたメッセージということになりますが、右の人物は誰かについて考えてみたいと思います。そこでもう一度右の人物の顔を拡大してみます。これが拡大した右の人物の顔ですが、この人物と七聖な礼拝堂の壁画の中央に描かれている人物の顔を比較してみます。で、先ほども言いましたようにこの中央の人物の下には77という数字が隠し込まれていました。77はユダヤのゲマトリアによればキリストを意味します。で、この両者を比べてみるとですね、年齢差こそありますが全く同じなんですね。違いがないという点でこの両者は同じということになります。鼻の反り具合、鼻の穴ですね、それから尖った顎、髪の毛、額にこのようなラインが入っていること、眉毛の形、耳の形も全く同じです。ということは、この両者は違いがないという点で同じ人物と判断します。つまり左がキリスト、カイン・キリストということになりますから、右もカイン・キリストということになります。共にヒゲがありません。それはそれなんですけども、要するに繰り返しになりますけども、左がカイン・キリストですから右もカイン・キリストということになります。つまり先ほどのシステナ礼拝堂の天井に書かれている、つまりアダムの追放という絵の中に書かれている右側の人物はカイン・キリストということになります。となるとあの絵の中で右の方の人物の方がより年を取っているのが分かります。つまりアダムとイブの子供がカインという説はここで崩れることになります。
カインの方が年上です。そしてアダムとイブの方、左側ですね、の方が若く描かれています。そしてその顔はですね、システの礼拝像の壁画のカイン・キリストと一致しますのみならず、指を見てください。中指と薬指がくっついています。シグラム・マラーノです。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。システの礼拝堂の天井画の絵はですね、まあ、このようにカイン・キリストに関してはですね、シグラム・マラーノの、まあ、ジェスチャーが表現されています。隠れユダヤ教徒たちはですね、互いにこのようなハンドジェスチャーを見せ合うことによってですね、自分たちの存在を、まあ、内々で誇示していたということになります。シグナム・マラーノです。マラーノの手です。ここが重要ですから、もう一度繰り返します。つまりシスティーナ礼拝堂の天井画をですね、神の定義と位置づけて考えていくとですね、アダムとイブの息子がカインであるという説は崩れるということになります。もう一度確認してください。左はアダムとイブです。そして右はですね、より年を取ったカインとアワンということになります。つまり、アダムとイブの子供がカインであるという説はここで崩れます。となると、カインはどこから来たのかということになります。さらに念のために旧約聖書創世記第一章の内容を確認しておきたいと思います。その第一章の第26節ですけども、ここに、まあ、神が人間を作った時の様子が、まあ、書かれているわけですね。で、神は男と女をですね、神自身の姿に似せて作ったとあります。ところがですね、この創世記第一章にはですね、男と女を作ったとありますけども、名前は書いてないんですよね。この赤枠を囲んだ部分をもう一度皆さん自身の目で読んで確認してください。 God, He created them.Male and female, he created them とありますね。神は彼らを創造した、男と女だということなんですね。となると、ここで書かれている男と女は誰なのかということになるわけです。つまり、ここに書かれている男と女というのはアダムとイブのことなのか、それともカインとアワンのことなのかということになるわけです。が、ここで男と女はカインとアワンのことだとなるとですね、一般説によればですね、アベル、つまりカインの弟のアベルはどこから来たのかという、これまた次の矛盾が生まれてくるわけです。考えれば考えるほど謎、また謎ということになりますが、ここではですね、カインはあくまでもキリストである、第一の人間である、原種であるという前提でこの謎解きに挑戦してみますが、その謎を解く重要な鍵となったのが、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているウィトル・ウィーブスの男の絵ということになります。どうか
続く動画をご覧になってください。Far in ancient times, two gods drew a blueprint for human creation. Two gods drew the blueprint using a square ruler and a compass. It was also the ideal form of human beings on this planet Earth, as the two gods might think.That's the painting entitled Vitruvius Man or Vitruvius Man, allegedly painted by Leonardo da Vinci. In other words, based on the blueprint, two gods modify the human by using the original human species that has existed until then.遠い遠い太古の昔、二人の神が人間創造のための設計図を書いた。直角定規とコンパスを使ってその設計図を書いた。それは二人の神が考えるこの惑星地球上における人間の理想形でもあった。それがレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされるヴィトルヴィウスの男、つまりヴィトルヴィウスの男と題された絵画ということになる。つまりその設計図に基づいてそれまでいた人間の原種を使い、神は人間の品種の改良を加えた。広志林、MMF City JapanTwo gods are Enki and his wife Ninfurusag. The proof is a painting of Fushi and Nuwa that remains in China. In China, they have been understood to be gods as human ancestors. Please note that Fushi and Nuwa have a right-angled ruler and a compass in their hands.In other words, Fushi is Enki and Nuwa is Ninfurusag. その二人の神というのは Enki とその妻の Ninfurusag である。その証拠が中国に残る福儀と儒家の絵ということになる。中国では人間の祖先と位置づけられている神である。その福儀と儒家が手に直角定規とコンパスを持っている点に注意してほしい。つまり福儀が延期、儒家がニンフルサグということになる。Evidence that Noah is Nifrusagis in a Renaissance painter Giorgio Vasari's painting. In the picture, the woman on the left has a right-angled ruler and a compass. The reason why the woman is Nifurusag can be seen from the human letters in the picture, that is, number 12, written in the picture. The number 12 is a sacred number ofMesopotamia, which means Ninfurusag. 儒家がニンフルサグであるという証拠はルネサンスのジョージョ・バザーリの絵の中にある。その絵の中では左端の女性がその直角定規とコンパスを持っている。またその女性がニンフルサグであるという理由はその絵の中に一文字で12と書かれていることでわかる。つまり数字の12はメソポタミアの神聖数でニンフルサグを意味する。
The first man born in this way is Cain, most probably together with his wife Eve. In other words, the first human being Cain was created by these two gods, Enki and Niflsag. That is Cain. Cain is said to have been jealous and killed his younger brother Abel. Therefore, Cain is marked on his face by the god Jehovah or King Anu so that everyone can see it. That is that. Cain was beardless. Cain had no beard. The proof is the Earth Chronicle written by Zechariah Sitchin. In it, Cain is clearly written as beardless Cain, or Cain was beardless. こうして最初に生まれた人間がカインということになる。その妻のアワンも一緒に作られたと思われる。つまり、エンキとニンフルサグの二人の神によって最初の人間カインが創造された。カインである。そのカインは嫉妬に駆られ弟のアベルを殺したと言われている。そのためカインは神エホバすなわちアヌ王によって顔に誰が見てもすぐわかるマークをつけられる。それがヒゲのない顔ということになる。カインにはヒゲがなかった。その証拠がゼカリア・シッチンが書いた地球年代記ということになる。その中ではカインはビアードレス・ケイン、つまりヒゲのないカインと明確に書き記されている。Now you should know that the person who put a beard on this Cain's face is the person we now know as a portrait of Leonardo da Vinci. In other words, the person depicted in that portrait is Cain, that is, Cain Christ, that is, the portrait of God himself, who is the savior of human beings, who stands at theAll origins of human beings. なお、このカインの顔にヒゲをつけたのが、現在私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画と知っているその人物である。つまり、あの肖像画に表現されている人物こそが人間の原点に立つカイン。つまり、カインキリスト、つまり人間すべての原種、救世主である神自身の肖像画ということになる。繰り返します。つまり人間のすべての原種、救世主である神自身の肖像画ということになる。
神々によって設計され、そして品種改良された。その設計図がダ・ヴィンチが描いたとされるヴィトゥルヴィウス、あるいはヴィトゥルヴィウスの人体図ということになります。その設計図に基づいて人間は現在の人間に品種改良されました。広島市浜松シティジャパン。First of all, the human creator drew a circle with a compass. Next, the human creator drew a square with a right-angled ruler. The human creator designed the human figure to fit the circle and square. AndAccording to his blueprint, the human creator created a human figure. The human figure itself is evidence that the human creator created humans, that is, the greeting card that the human creator left for humans.まず最初に人間の創造主はコンパスを使って円を描いた。次に人間の創造主は直角定規を使って正方形を描いた。その円と正方形に合わせて人間の姿を設計した。そしてその設計設計図に合わせて人間の創造主は人間の姿を創造した。人間の姿そのものが人間の創造主が人間を創造したという証拠、つまり人間の創造主が人間に残した名刺そのものということになる。広し林、浜松シティ、ジャパン。話を先に進める前にですね、皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。左がカインと私が判断した神の自画像です。その自画像に髪の毛をつけ、ややバリエーションを加え、左右反転したのが私たちが現在ダ・ヴィンチと呼んでいるあの人物の顔ということになります。つまりダ・ヴィンチの顔はですね、もともとはカインの顔を元にして作られた顔、つまり神自身の自画像ということになります。ここが最初にと言いますか重要なポイントですから、しっかりと判断と言いますか皆さん自身の目で見て確認しておいてください。そして中央上の人物に注意してください。この中央上の人物と同じ顔がですね、右の顔ということになります。左右を比較してみてください。で、この両者を比べてみます。顔というのは違いがないという点で同じと判断しますが、特に小さな部分ですね、細かいところに注意して比較してみてください。この両者は同じということになります。ただ鼻の長さがやや違う点が気になりますが、その鼻の長さを除けばですね、この両者は同じということになります。つまり左の人物がですね、カインを元にした顔であり、その顔を変形させたのが現在私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像ということになればですね、右の人物もカイン自身の顔であり、現在私たちが知っているダ・ヴィンチ自身の顔ということになります。つまりこの両者は同じということになります。
そして右がですね、一般にはウィトル・ウィスの男と題された絵です。つまり人間の理想的な姿を表現した像であると言われていますが、実はその真逆、もともとこの姿に合わせるように、つまり正方形と円の中に収まるような理想的な体型になるように人間自身が設計され、その設計図に合わせて神が人間を創造したということになります。つまりここに描かれているこの人物は神自身の顔イコールカイン自身の姿ということになります。もっと分かりやすく言えば、つまりは人間を創造するときに使われた人間の設計図、人間の設計図ということになります。神が最初に作り上げた人間、すなわちハイブリッド種、人間の原種、つまりカイン自身ということになります。人間の姿がいかに計算され尽くしたものであるかということについてはですね、名古屋工業大学の井田隆という方がですね、詳しく研究なさっておられます。その論文を紹介させていただきます。で、ダ・ヴィンチは人間の理想像を描いたのではなくて、その真逆、こうして設計された姿に応じて、あるいはそれに従ってですね、人間の DNA が決定された、イコール人間の姿は神々によって設計され創造されたということになるのではないでしょうか。またそのように判断するのが合理的かと思います。というのも、ここに表現されている人間の姿はですね、現在の私たち人間の姿とそれほど違わないということだからです。First of all, the human creator drew a circle with a compass. Next, the human creator drew a square with a right-angled ruler. The human creator designed the human figure to fit the circle and square. And according to his blueprint, the human creator created a human figure.Human figure itself is evidence that the human creator created humans, that is, the greeting card that the human creator left for humans. まず最初に、人間の創造主はコンパスを使って円を描いた。次に人間の創造主は直角定規を使って正方形を描いた。その円と正方形に合わせて人間の姿を設計した。そしてその設計図に合わせて人間の創造主は人間の姿を創造した。
人間の姿そのものが、人間の創造主が人間を創造したという証拠、つまり人間の創造主が人間に残した名詞そのものということになる。Why is it the Freemason symbol? And why are they drawn a right angle ruler and a compass? But why are they there a square ruler and a compass? Many researchers give various explanations about this mystery. But apart from those explanations,16th century Giorgio Vasari depicted the square ruler and the compass in his painting. And the picture itself is a hidden picture, and the number 12 is hidden there. 12 means Nifusek or Enki's wife according to the sacred numbers of Mesopotamia.Zechariah Sitchin, who deciphered the Mesopotamian tablets, also further explains that it was Nifusek that remodeled humans together with Enki. But the history of a square ruler and a compass goes back even further. They are also represented in ancient Chinese paintings of Nuwa and Fuxi.In ancient China, both have been worshipped as human ancestors. But why are they there, a square ruler and a compass? In fact, the answer is left by that Leonardo da Vinci. It is a picture called Vitruvian Man or Vitruvius in Roman. Today's video starts with that picture. フリーメイソンのシンボルマークには直角、定規とコンパスが書かれています。が、なぜ直角、定規とコンパスなのか。それについては多くの研究家がいろいろな説明をしていますが、そうした説明とは別に16世紀のジョルジオ・ヴァザーリが自分の絵の中にその直角定規とコンパスを描いています。そしてその絵そのものが隠し絵になっていて、そこには12という数字が隠し込まれています。12はメソポタミアの神聖数によれば、延期の妻のニンフルサグを意味します。さらに、ゼカリア・シッチンは粘土板を解読し、人間を改造したのは延期とニンフルサグであると説明しています。しかし、直角定規とコンパスの歴史は、さらに過去へと遡ります。古代中国の儒家と伏羲の絵の中にもそれが表現されています。古代中国では人間の祖先と祀られている神々ですが、なぜ直角定規とコンパスなのか。実はその答えはあのレオナルド・ダ・ヴィンチが書き残していました。ウィトル・ウィウスと呼ばれている男の絵です。今日の動画はその絵、つまりウィトル・ウィウスの男の絵で始まります。広林浜松シティジャパン。
first of all, the human creator drew a circle with a compass. Next, the human creator drew a square with a right-angled ruler. The human creator designed the human figure to fit the circle and square. And according to his blueprint, the human creator created a human figure. The human figure itself is evidence that the human creator created humans, that is, the greeting card that the human creator left for humans. まず最初に人間の創造主はコンパスを使って円を描いた。次に人間の創造主は直角定規を使って正方形を描いた。その円と正方形に合わせて人間の姿を設計した。そしてその設計図に合わせて人間の創造主は人間の姿を創造した。人間の姿そのものが人間の創造主が人間を創造したという証拠、つまり人間の創造主が人間に残した名刺そのものということになる。広志林、浜松シティ、ジャパン。話を先に進める前にですね、皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。左がカインと私が判断した神の自画像です。その自画像に髪の毛をつけ、ややバリエーションを加え、左右反転したのが、私たちが現在ダヴィンチと呼んでいるあの人物の顔ということになります。つまりダヴィンチの顔はですね、もともとはカインの顔を元にして作られた顔、つまり神自身の自画像ということになります。ここが最初にと言いますか重要なポイントですから、しっかりと判断と言いますか皆さん自身の目で見て確認しておいてください。そして中央上の人物に注意してください。この中央上の人物と同じ顔がですね、右の顔ということになります。左右を比較してみてください。で、この両者を比べてみます。顔というのは違いがないという点で同じと判断しますが、特に小さな部分ですね、細かいところに注意して比較してみてください。この両者は同じということになります。ただ鼻の長さがやや違う点が気になりますが、その鼻の長さを除けばですね、この両者は同じということになります。つまり左の人物がですね、カインを元にした顔であり、その顔を変形させたのが現在私たちが知っているダヴィンチの自画像ということになればですね、右の人物もカイン自身の顔であり、現在私たちが知っているダヴィンチ自身の顔ということになります。つまりこの両者は同じということになります。そして右がですね、一般にはウィトル・ウィースの男と題された絵です。つまり人間の理想的な姿を表現した像であると言われていますが、実はその真逆、もともとこの姿に合わせるように、つまり正方形と円の中に収まるような理想的な体型になるように人間自身が設計され、その設計図に合わせて神が人間を創造したということになります。つまりここに描かれているこの人物は
神自身の顔イコールカイン自身の姿ということになります。もっと分かりやすく言えば、つまりは人間を創造するときに使われた人間の設計図、人間の設計図ということになります。神が最初に作り上げた人間、すなわちハイブリッド種、人間の原種、つまりカイン自身ということになります。There are four paintings. The first one is a painting entitled The Creation of Adam, said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. The person on the left in this painting is generally understood to be Adam. ここに4枚の絵画があります。最初の一枚がミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているアダムの創造と題された絵画です。この絵の中で左側に描かれている人物が一般にはアダムと言われています。ヒロシ・ハヤシ、ハマメシティ・ジャパン、September the 7th, 2022. Next is a mural entitled The Last Judgment. This mural is also said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. The person in the center of this mural is said to be the God.Of the last judgment. 次にこれが最後の審判と題された絵画です。この絵画もまたミケランジェロ・バラノティが描いたと言われています。この絵画の中央に描かれている人物が最後の審判をしている神と言われています。Next, this painting is entitled The Baptism of Jesus. This painting is said to have been painted by Leonardo da Vinci and his master Andrea del Verrocchio. Please pay attention to the man on the right. 次にこの絵はイエスの洗礼と題された絵です。この絵画はレオナルド・ダ・ヴィンチと彼の先生のアンドレア・デル・ベロッキオが描いたと言われています。この絵の右側に描かれている人物に注意してください。 And this painting is a paintingEntitled The Expulsion of Adam. This painting is said to have been also painted by Michelangelo Buonarroti. そしてこの絵画はアダムの追放と題された絵画です。この絵もまたミケランジェロ・バラノティが描いた絵と言われています。Now, compare
care these four people. The person on the lower left is said to be a painting by Leonardo da Vinci, not Michelangelo Buonarroti, and then it is a bit difficult to compare, but at least the three other people depicted in the remaining three paintings are all the same. そこでこれら4人の人を見比べてみてください。左下の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵と言われていますので比較しにくいところがありますが、少なくとも残り3枚の絵の中に表現されている3人の人物は皆同じです。By the way, please pay attention again to the hand gesture of these people drawn here. The middle finger and the ring finger are attached. This hand gesture is understood to be Signum Marano or secret Jewish hand gesture. Secret Jews practiced Judaism in secret.Fearing persecution of Marianism. The symbolic hand gesture of the secret Jew is a hand gesture of Signum Marano or Hand of Maranus. ついでですが、ここに書かれている人物のハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指がくっついています。このハンドジェスチャーはシグナムマラーノ、つまり隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。隠れユダヤ教徒たちはマリア教の迫害を恐れて密かにユダヤ教を信仰していました。その隠れユダヤ教徒のシンボル的なハンドジェスチャーがシグナムマラーノ、つまりマラヌスの手ということになります。In other words, these four people are one and the same God. Then, who is this God? Michelangelo Buonarroti himself left the key to solve the mysteryHave a look again at the mural of the Last Judgment that Michelangelo Buonarroti is said to have painted. つまり、これら4人の人物は一人の同じ神ということになります。となると、その神とは誰なのでしょうか。その謎を解く鍵をミケランジェロ・バノルティ自身が書き残してくれました。もう一度、ミケランジェロ・バノルティが書いたと言われている最後の審判と題された壁画を見てください。We can read 77-50, which is written in human characters under the God in theCenter. Decoding it with the Jewish gematria is Christ biblical. In other words, what is depicted here is Christ, the Savior of the Bible. 中央の紙の下に一文字で77-50と書いてあります。この数字をユダヤのゲマトリアで解読すると、キリスト、聖書のとなります。つまり、
ここに書かれているのは、聖書でいうところのキリスト、救世主ということになります。So, who is this Savior? The key to solving the mystery is also drawn by Michelangelo Bonotti himself. となると、その救世主とは誰なのでしょうか。その謎を解く鍵もミケランジェロ・ボナルティ自身が書き残してくれました。The upper right is a picture entitled The Battle of Cascina. It is said that Michelangelo Bonotti drew the original picture of this painting, and in the picture is written 77, 50, 27. The shape of the human character is exactly the same as the human character depicted in the mural, The Last Judgment. 右上がカッシナの戦いと題された絵です。この絵の原画もミケランジェロ・ボナルティが描いたと言われています。そしてその絵の中には77、50、27と書いてあります。一文字の形は最後の審判の中に書かれている一文字と全く同じです。Therefore, when this 77, 50, 27 is deciphered with Jewish gematria, it becomes Christ is a biblical king. In other words, Christ is king in the Bible. そこでこの77、50、27をユダヤのゲマトリアで解読すると Christ is biblical king つまりキリストは聖書でいうところのカインとなります Decoding all this code together given to humans by God which is hidden in the four pictures is as followsこうして4枚の絵の中に隠されていた神から人間に与えられた暗号を合わせて解読すると次のようになります。The Messiah or Christ, according to the Bible, is Cain, and the characters depicted here areAll one God King. 聖書でいうところのメサイア、つまりキリストはカインであるとです。そしてここに書かれている人物はすべて一人の神、カインということになります。Of course.These paintings were not drawn by humans such as Leonardo da Vinci or Michelangelo Bonotti. It is a message given directly to humans by God himself, which humans at that time had no way of knowing. Also, the fact depicted here is, in other words, the definition of God.This is because it is a message directly given to man by God himself. もちろんこれらの絵画はダ・ヴィンチやミケランジェロという人間が描いたものではありません。当時の人間が絶対に知りょうしもなかった神自身から人間に直接与えられた伝言ということになります。
またここに書かれている事実はそれゆえに、つまりは神の定義、神の定義ということになります。なぜなら神自身が直接人間に与えたメッセージだからです。 The conclusion is this: Christ is a Savior is said to have been King. で結論ということになります。救世主メサイアは、つまりメシア、キリストはカインだったということになります。First of all, the human creator drew a circle with a compass. Next, the human creator drew a square with a right-angled ruler. The human creator designed the human figure to fit the circle and square. AndAccording to his blueprint, the human creator created a human figure. The human figure itself is evidence that the human creator created humans, that is, the greeting card that the human creator left for humans.まず最初に人間の創造主はコンパスを使って円を描いた。次に人間の創造主は直角定規を使って正方形を描いた。その円と正方形に合わせて人間の姿を設計した。そしてその設計図に合わせて人間の創造主は人間の姿を創造した。人間の姿そのものが人間の創造主が人間を創造したという証拠、つまり人間の創造主が人間に残した名刺そのものということになる。What you see here is a very mysterious painting or work by a painter named Fernando Coman in 1880. The title of this painting is Cain Fleeing Before Jehovah's Curse. Again, the title of this painting is Cain Fleeing Before Jehovah's Curse.One thing to note here is that Fernand Coman clearly stated Jehovah in the title. Jehovah is King Anu of Anunnaki. Then, anyway, Cain is depicted here on the right side of the picture, and on the left side of the picture is Cain's wife, Awan.
ここに一枚の絵画があります。フェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いた作品です。タイトルはエホバの呪いの前に逃げるカインとなっています。繰り返します。タイトルはエホバの呪いの前に逃げるカインとなっています。ここで注意したいことは、フェルナンド・コーマンはタイトルの中で明確にエホバと述べている点です。エホバというのはつまりはキング・アヌ、アヌ王ということになります。となるとこの絵の右端、先頭に立っているのがカインということになります。そして中央で台に乗っているのがカインの妻のアワンということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。But please take a closer look at the picture. Owen holds two toddlers in her lap. Who are these two toddlers? が、その絵をよく見てください。アワンは二人の幼児を膝に抱いています。これら二人の幼児は一体誰なのでしょうか。 A hint to solve the mystery is in a Sistine Chapel ceiling painting. It is a painting entitled Expulsion from Paradise, which is said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. Two pairs of men and women are depicted in this picture.One pair on the left is depicted, and they are Adam and Eve. The fig tree and its fruit are its proof. However, another pair of the right side depicted in it is not Adam and Eve. The pair is Cain and Abel. I will explain itIn the following videos, please watch it. However, it should be noted here that it is generally explained that the pair on the left is Adam and Eve, which is correct, and they look younger, and the pair on the right is Adam and Eve also, who are exiled from paradise, but they look older. But is thisExplanation really correct? が、その謎を解くヒントはシスティーナ礼拝堂の天井画の中にありました。ミケランジェロが描いたと言われているアダムとイブの楽園からの追放と題された絵画です。その絵の中には二組の男女が描かれています。左側の一組は、これはアダムとイブです。イチジクの木と実が表現されています。それは間違いありませんが、より若く見えますが、その中に描かれている右側の一組はアダムとイブではありません。顔が違います。その一組というのは、つまりはカインとアワンということになります。それについての動画はこの後につなげておきますので、どうかそれをご覧になってください。が、ここで注意したいことは、一般には左側の一組は若い頃のアダムとイブであり、右側の一組は楽園を追放されるアダムとイブであると説明されているという点ですが、本当にそうでしょうか。 I, 広志林, judge thatThe story on the right side and the story on the left side are expressed in a simultaneous occasion or at the same time. In other words, Adam and Eve on the left are being tempted by Lamia, a half-serpent witch, while
Cain and Abel on the right are being attacked by a Lamia's angel at the same time. In other words, what is drawn here in this picture is Adam and Eve and Cain and Abel. Its basic composition is very similar to the Cain fleeing before Jehovah's curse, painted by the painter Fernando Coleman in 1880. Please compare these two. 私林博士は右側の一組と左側の一組の物語が同時進行の形、つまり同時に表現されていると判断しています。つまり左側のアダムとイブが下半身大蛇のラミアの誘惑を受けていると同時に、右側のカインとアワンはラミアの天使によって攻撃されているというようにです。つまりこの絵の中に描かれているのはアダムとイブ、それにカインとアワンということになります。そしてその基本的な構図は、先に紹介したフェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いたエホバの呪いから逃れようとしているカインの絵画と大変よく似ています。その両者をどうか見比べてみてください。 In other words, that is to say that the two toddlers depicted in the picture of Cain fleeing before Jehovah's curse by a painter named Fernand Coleman in 1880 may be Adam and Eve. However, this idea used to beUnthinkable in the religious common sense of the time, both in Michelangelo's time and Fernand Coleman's time, 300 years later after Michelangelo. In other words, the more you look at the picture of Cain fleeing before Jehovah's curse by Fernand Coleman, the more mysterious it becomes. つまりフェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いたエホバの呪いから逃れるケイン、カインの中に描かれている二人の幼児はアダムとイブということになるのではないでしょうか。が、この考え方はミケランジェロの時代においても、またそれから300年も経ったフェルナンド・コーマンの時代においても、当時の宗教的常識では考えられなかったものです。言い換えると、このフェルナンド・コーマンの書いたエホバの呪いから逃れようとしているカインという絵は、見れば見るほど謎めいた絵ということになります。つまり、どうしてフェルナンド・コーマンはそうした事実を知っていたのかということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、一般的にはアダムとイブの息子がカインということになっていますが、しかし実際にはカインの方が年上だということです。なおかつアダムとイブが楽園を追放されたということになっていますが、実際にはアダムとイブは追放されていずですね、ケイン、カインとアワンが楽園から追放されているということです。つまり一般の解釈とは全く違った解釈がですね、これら2枚の絵の中に、つまりはメッセージとして書き込まれているということです。本当にカインはアダムとイブの息子なのでしょうか。しかしこれら2枚の絵を重ね合わせて考えてみるとですね、それはありえないということになるのではないでしょうか。つまりカインとアワンの息子、そして娘がアダムとイブということになってしまうということです。この事実は、つまりこうした絵に仕込まれたといいますか、隠されたメッセージを読み取るとですね、今までの私たちが持っている常識そのものがですね、ひっくり返ってしまうということです。そんなことを
どうか考えながらですね、続く動画をご覧になってください。The land of Nod is a place mentioned in the book of Genesis of the Hebrew Bible, located on the east of Eden, where Cain was exiled by God after Cain had murdered his brother Abel. Genesis chapter 4:16. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Ototo を殺したカインは神エホバに追放され、神の目の届かない地エデンの東のノドの地に住んだ。創世記第4章16。Genesis chapter 4:17 relates that after arriving in the land of Nod, Cain's wife bore him a son, Enoch, in whose name he built the first city.ノドの地に着いた後、カインの妻はエノクという息子を設けた。そして最初の年はその息子の名を取って名付けられた。創世記第4章17。広島市、浜松市、ジャパン。